もう大忙しでしたね、割と。そうなの、もう昨日さ入れたんだよね、抱きしめられたらとアゲハチョウを。昨日全部やった、全部構成とかもねねさんと一緒に決めて、作ったのよ一から。だからさ本当に、まあなんか個人的に私はさ、あのね、なんていうの、セクシー要員のはずではなかったんですけど、もう足りないのでね、人数というか他にできる人がいないという補欠というね立場で入れさせていただいたんですけど、前さんの代わりに。でもさ、ちょっとネタ枠じゃなかったんですよ。刑法は一応なんか、まあディコピさんたちがさ結構やってたから、結構真面目にやんなければいけない立場だったので難しかったです。本当にさ、私はすごい難しかったね。私そういうのあんまやったことなかったから、ちょっとやっぱ慣れてない部分が多分出ちゃってたかと思うんですけど、まあそんなことも含めいい経験をさせていただけたなって思います。この機会に、まあ、出させてもらえてよかったなって思いますし、まあねねさんとできてよかったなと思ってますはい、そう。ここにさほくろとか書いちゃったよね、ちょっとでもセクシーさ欲しくてこれの効果は果たしてあんのかっていうことなんですけど、なんかちょっとセクシーかなみたいな感じでちょっとつけちゃったよね。かわいさんありがとう、あおいちゃんさん、あ朝ごはんさんありがとう。よかった、まあまあまあファンの方はもう絶対に褒めてほしいいやセクシーじゃなかったとしてももうね、頑張ったよって言ってくれたらもう嬉しい。もう本当に今日はでも頑張ったっていうか、なんとか無事できてよかったなって、もう終われてよかったなって。なんかね、なんかね、今日初めての、なんか経験ができましたねなんか今日そうね、とてもとてもね、なんか、すごい、まあ昨日もそうだけど、新しい自分との出会いみたいな感じで、はい、楽しかったです、でも。楽しかったですね。あの衣装が可愛かった可愛い衣装着れて嬉しかったです。網タイツみたいなの履いたもん。そう、あおいちゃんさんありがとう。歌がめちゃ上手なの初めてしました。ありがとう。歌うま対決感動したよ、ありがとう。改めて声が好きだった、ありがとう。なんか私、いや正直あんまそうね、自分にこう自信が持てない部分とかあって、そう私でいいんかなみたいなこととかも思ったりするしたんだけど、そのセクシー対決もそうだし、まあ歌うま対決みたいなもそうなんですけど、そうへーってちょっと結構なんかプレッシャーみたいなちょっとあったりもしたけど、まあもうやるしかないかなっていう、もう開き直って頑張ったかな
抱き直ってもうやったかなっていう。でもなんか出させていただけて、はい、よかったし、まあ一人でこう練習しに行ったりとか、なんかやっぱすごい難しくて、そうなかなかなんかあんまり経験値が全然ないし、そう本当にまだまだな部分がいっぱいなんですけど、本当にまあ自分ですごいそのこの期間練習したり、一人でこう やった時間とかもすごい、まあよかったというか意味のある時間だったかなと思います。うん、なかなか自信がね持てなかったりしたんですけど、でもすごい褒めていただけたりすることも増えて今日見に来てくださってた一期生さん先輩方とかにも、いやあち歌良かったよって言ってもらえてたりして、そうなんかまたなんかプラスなことも増えましたこの今日の終電でね、またなんか一個っていうか、もう一歩でも成長できたんじゃないかなって思います。なんて言うんだろう、絶対プラスになったことがあるなって思います。ねえ、一期生さんがいっぱいいたかも、いっぱい来てましたね。あ、そう見て見えた見えた、ファンの方ね後ろの方まですごい見えた。なんかでもすごい、まあ本当に11周年目はすごい改めて、まあ本当いろんなことがあったけど、今日は本当楽しく周年コンサートができてよかったなって思いますね。思うし、去年はいろいろあったんですけど、やっぱ11周年ね、それを乗り越えて、まあ乗り越えられたからこそ迎えることができた、まあ11周年の今日の記念日だったかなと思いますね。まあチーム K4 も優勝しましたしね、夜は。いやこれはもう嬉しいです、本当に。嬉しい、まずね本当これ、いやーすごいね、いやー楽しかったし、もう K4 優勝よ、優勝できてよかったよ。いやでもどのチームも優勝です本当もう、うん、どのチームね良かったっていうか頑張りましたから。でもね、あれか28日、あさって披露できるってことね、嬉しいです気分気分、あね、嬉しい。葵ちゃんさんありがとうございます。いや私結構今日出てたんじゃん
私かなり出てたんちゃう？え、そうだよね。セクシーも歌うまも思い出のエピソードトークも3つ出てますよ。私出すぎちゃう。出すぎじゃないこれ、マジで。いや今思ったらなんか確か多かったね。なんかやってる側からしたらもう必死すぎてさあれなんだけど、かなり出させていただけてたね。わー嬉しいな。今実感今実感しちゃったよ。なんかそのやってる時はさ、もう結構必死に、あ次、はいこれ次次って感じだったんだけど、今なんかそうなんかもう余裕がなさすぎて、そう本当にごめん。もうね昨日もそうだけど、もうずっと余裕がなくてさ本当に。まあ明後日もあるので全然余裕はまだないんですけど、一息なんかつけないけど、なんかそう今すごい余韻に浸ってるけどね。映ってた、やった。まあ本当舞さんがねセクシー担当で出てたり、あとまあウザで出る予定とかで、まあ私とか丸さんがね急遽代打で入ったりしてね補ってっていう感じで、まあ私も出る数がね増えたので、それでまあ本当ファンの方はたくさん私の姿を見れたんじゃないかなって、うん、思うので、それがね嬉しかった。ひろゆきさんありがとう。そうそうそう、あんな傘どこで見つけたの？お私物です、私物。なんかその B さんとかさ最後にこう披露してて結構さ、なんか感動、結構私個人的にうるってきてしまったよね。なんか11周年でお披露目で披露できてるこの今の状況って本当に奇跡的な、奇跡みたいなことなんだなってちょっと思っちゃった。なんか 10周年、その去年の周年の時は本当に本当に本当に苦しかった時期なので、まさか11周年目でなんか自分が立ててる自分の位置があるシングル曲をなんか披露できてるんだなって踊ってて、すごい実感しちゃって結構うるうるしてしまったね。46ありがとうございます。 BB さんありがとう。あ、谷川拓さんありがとうございます。そうなんだよね。さきんこちゃんありがとう。だからなんか本当にこの1年で大きく私のアイドル人生が動いた年でもあったなって思いつつ、なんかやっぱこのまた来年ね周年12周年はどうなってるのかっていうのもさ、本当誰も想像できないし、ね、まあ行動あるのみなのかなとも思うしね、自分の行動次第に変われるところもあるのかなと思いつつ、なんかすごい感慨深い感じになりました。私踊っててすごいいろんなことが頭の中によぎって、去年のこととかさ、だから本当に改めて、まあ去年もね言ってたんだけど、もう今年の周年でもやっぱファンの方のありがたみがすごいなんかふつふつと感じて、パフォーマンスし
して目の前にはファンの皆さんがいて、それここから見える景色って本当になんか当たり前じゃないんだなって思ってて、本当にさ、ファンのみんながいなかったらもう今ステージに立っ今日という日を迎えれてなかったと思います。うん、本当にね、みんなという存在がなければ私はちょっと、うん、本当に何だろう、折れてしまっていたかもしれないから、ダメになってしまっていたかもしれないから、本当にみんなの力が偉大だなと思いつつ、なんかまあそのそうだな、なんかそのまあ辛い時だけじゃなくて、まあ、いつも楽しい時とか嬉しいかった時とか一緒にまあいてくれるっていうことが私にとってはもうなんだろう、本当に一番の幸せなことで、ね、宝物でもあるしね、思い出一つ一つが、だからもうみんなのおかげだなって思います。本当においちゃんさん、ありがとう。一曲目が関係あった。だよね。まあそうだよね。本当に。ヤシタさん、回すな。回しとこじゃない。ファンは愛知に助けられる。ありがとう。なんか、なんだろう。いや、みんなにとって私ってどういう存在なんだろうとかさ、考えちゃう時あるんだけど、みんなにいただいてるものとかがたくさん ありすぎて、なんかその私からちゃんと届けられてるかなみたいなちょっと思っちゃうね。私も愛知を支えられるファンになるように頑張る。ありがとう。頑張らなくていいんだよ。嬉しいよ。もうそばにいてくれるだけで嬉しいから、みんなが。ギャルの姉ちゃんが愛知とこがマジ？あ、シールで。そうだよね。テンポイントジュニアさん、ありがとう。そうだね。やっちゃんさん、ありがとう。そうだっけ？え、待って、あれいつの配信だあれいつだったんだろう。私がすごい、みんながさ載せてくれた写真とかもう勝手に使っちゃうね。あ、このファンの方はいやいいって言って、いいって言ってくれてるから、もう使う、保存させていただきます。え、去年の周年の配信って何し、どういう配信したかな。私ショフル泣いちゃった日かな。あれ、私いつ、ツッキーさん、ありがとう。え、周年の日のショールーム配信って私さ、去年あれだった日、やばかったかな、やばかった日かな。ツッキーさん、ありがとう。ダマしてる。歌よかったよ、ありがとう。え、泣いてたね。え、去年の周年の配信が泣いてたんだっけそうだっけ、そうだっけ、そうか、そうか、そうだよね、そうだったかもしれない。そうだね。私はこの
1年で変われたのだろうか、変われたというか成長できてるのかな。1年でこんなにも変わるんだねって変わるんだねって思うけど、その根本的な部分は変わってはないかもしれないけど、まあ環境が変わったり、やっぱみんなのおかげだなっていう、私がね、まあ本当そうだなね、まあそのね、なんかいろいろあっても、そのまあ次の日からちゃんとさ、まあ、切り替えて前を向いてね、まあ、前に進んでこれたっていうのは、まあ本当にみんなのおかげで、みんなの気持ちが、一人一人の気持ちがなかったら私はね立ち直れてなかったかもしれないし、本当にね、みんなの一人一人の存在が、なんかかけがえのないよ存在だなっていう大げさみたいなちょっとセリフなんですけど、いやでも本当に一人一人のおかげだね。昇格するタイミングが分かったのかもね。そうだね、なんかもう本当その時は考えられないけど、やっぱ後から考えてみたら意味があったんだなとか思うよね。そうやって、なんかなんかさ、ちょっとなんかいろいろ思い出したらね、やっぱ来てしまいますね。もう本当に去年のさ、周年は辛かったけどさ、なんかもう今日はなんて言うんだろう、個人的にはその去年の分もというか、まあ今までの分もというか、選抜として周年を迎えられたのは今年が初めてなので、今回が初めてだったので、本当に、特別な周年になったかなって思います、個人的に。本当にまあそうだね、未来を変えられるし、どうなるかは本当わかんないんだねって思うしね。なんか、まあ、12周年も本当今年よりもっといい周年、1年にしたいしね、みんなの応援が本当に支えです、支えだし私を大きくしてくれてる、本当にこれは本当に私、でもみんながいなかったら本当に立ててないと思う、だし、まあ選抜として活動してきたのも、まあみんなのおかげでもあります。本当になんか
いやそうだな、まあまだまだ通過点ではあるけれど、まあ5年になるのか、次は5年目になるのでね、ちょっとね長いね、長いよ、もう4年経ったんだから入ってから5年目になるんだよ。うん、やっぱこれからももっともっと頑張らなきゃいけないこと、頑張りたいことあるし、もっともっと大きくなっていきたいんだよね。クリショーさん回すな回しとるな、なんかいやもう踏ん張らなきゃいけないなっていうか、もう一歩一歩でも力をつけてって、一個ずつでも力をつけてって、もっと大きな存在になりたい。あおいちゃんさんありがとう。ショートさ結構見えた？短いのさどうでした？なんか見やすかった？なんか見つけやすいみたいな方は結構いたんだけど、マイコムさんにさ、もう愛知マジでショートいいよってすごい言ってもらえたんだけど、愛知もう今さショートいないしさ、ショートいいよ本当、愛知ショート似合ってたよ、かわいいみたいな、なんかすごいいつも褒めてくださるの、もうマイコムさん、アイコムさんいつも優しい言葉かけてくれんのよ、もう本当に本当にもう優しすぎ、自己肯定感を上げさせてくれる、だからさ見つけやすかったわりかし。アイコムさんってマジでさ褒めるのうまいしさ、なんだろうね、嬉しいよね。反対側が分かった。エス、ああ、そうか。どっちも分かった。天然で天使だから。あ、そうだね。あれね、見つけられる。なっちゃんと話した。なっちゃん、はい。あの普通に、あ、お疲れ様です。え、き、え、マイケ。短くなったみたいな切りすぎたって言われて、はい、もうちょっと切られすぎちゃいましたみたいな , 笑ってた。いやでも多分結構目立ってたんだと思うよ、短くて、わかんないけどうなじを見せる、そう普通になんか髪やんなくても見えちゃうというね。あおいちゃんさんありがとう。ちょっと見やすかったのかな。まあ、見やすいというのはもう絶対にあってほしいメリットでこの髪型になったからにも。いやでも抱きしめられたらとアゲハチョどっちもやってみたかったんだよね。私もやってみたかった曲で嬉しかった。抱きしめられたら一瞬で燃えて泣いてしまう。でもさ
意はして、昨日やった、昨日練習、昨日から練習しても今日だよ。ちょっと本当にもうこれは本当になんか、まあじゃあだってさ、まあ、せめて1週間あったらもうちょっとなんて言うんだろうな、細かい表情とか動きとかもっとできたなっていうところとかもあったかもしれないんだけど、昨日の今日なのよ。そうなの、本当にもうだからそこだけ評価してほしいそこだけ評価させてほしい。私そういうの本当さ、まだやったこともなかったしさ、そんなセクシーな感じの。だからさ、やっぱり私が練習しないとできないのよ本当に。練習しないとその力発揮できないタイプだから、ほんと不安で不安でしょうがなくて、だから本当にまあでもやり残したことはないから、まあ、よかったかな。やり残したことはないっていうか、まあそのできることはやったかな一日でズッキーさんありがとう。1日だったけど、その昨日今日だったんですけども、まあできることはやったかなって思うので、そうなんかまあ悔いはないかな。そして優勝もできたしね、チーム K4。 まあ本当終わり良ければ全てよしということで、なんか、うん、良かったと思います。個人的にそういう、うん、ほいちゃんさん、ありがとう。もうなんかステージ立っちゃったらもうやるしかないなって感じだったから、まあその不安な気持ちでやるとかはなかったんで、自分にこう酔いしれながらなんかもうその全部自分が出る曲はね、なりきってやるしかないってね、ちょっと思って。HKT 楽しすぎる、ありがとう、嬉しい。楽しすぎる、楽しかったって言ってもらえるのが本当に嬉しいね。ねねちゃんへの新たな感情、いやなんかなんだろうなんかそわそわみたいな手紙で送ってぜひ。待ってるよ、ちょっとみんなの感想とかもぜひさ教えてほしい。ちょっとなんか何から触れたらいいのか分かんないかもしんないけど、みんなのなんかツイッターとかすごい見させていただきます。もうなんかカメコの方いたりしたと思うけど、なんか多分本当にカメコさんに申し訳ないぐらいなんか事故がしかないと思う。本当に申し訳ない、それぐらいもうなんかあんま表情を なんて言うんだろう、なんかもう本当に必死に頑張んないとっていう感じだったのね。本当にみんなをこう楽しませたいとか、選抜としてこう立たせていただける以上もうなんかパフォーマンスしっかりしないととかで、なんかもうがむしゃらに頑張ったので、なんかあんまりいい写真が撮れなかったっていう人が多かったの。亀子さんには申し訳ない感じだ。本当に 1,2 枚しかいいのないかってくらいな感じでした。
そうね、私めっちゃ出たの、出させていただいたな、ありがたいね。じゃあランキング見ます。13位たもちゃんさん、12位あつさん、11位くにじょうさん、10位やしたんさん、9位 HKT 超絶おじさん、8位谷川平隆さん、7位ひろゆきさん、あ変わっちゃった、それが7位クロちゃんさん、6位ひろゆきさん、5位フォクペグさん、4位 MJ さん、3位朝ごはんさん、2位つきさん、1位あおいちゃんさんです。ちゃんとくさん、ぐっちーさん、フォクペグさん、ありがとう、みんなありがとうございます。ちょっとね、まあ余韻に浸って、また明日ニコ生で、まあちょっと明後日もまたコンサートなんでね、もうはぁ終わった終わったとはなれないんですけども、ちょっとねひとまず、まあ明日のニコ生はねみんなで楽しみましょう。ありがとう皆さん、またね、明日ね、バイバーイ、ありがとう。